私は宇宙服を着たタイムトラベラーで、様々な時空と宇宙を旅しています。時間と空間を旅していると、角が折れた孤独で傷ついた鹿に出くわしました。私はとても哀れに思ったので、私はそれを助けることに決めました。医療用具で鹿の傷を調べたところ、治療には特別な薬が必要であることが分かりました。私はこれらの薬を探し始めましたが、それらは非常に稀であり、見つけることはほとんど不可能でした。絶えず探していると、鹿が必要とする薬を持っているという年老いたハンターに出くわしました。高い値段を払って薬を買ったのですが、鹿に戻ってみると、それでは効かないことが分かりました。とても落ち込んで悲しいです。年老いたハンターは、この鹿はもともと病気の鹿だったが、治療が遅すぎたため、治療に最適な時期を逃したため、薬でさえ彼を助けることができなかったと私に話しました。現代の技術や知識をもってしても、時間の重要性は無視できないことを深く理解しています。助けを必要としている生き物が見つかったら、遅滞なくできるだけ早く助けを与えるべきです。また購入する薬は有効性と安全性を確保するために慎重に選択する必要があることも思い出させてくれます。最後に、正しい態度で失敗に立ち向かい、そこから学び、困っているより多くの生き物を助けてください。ご覧いただきありがとうございます。私は宇宙服を着たタイムトラベラーです。次のストーリーでお会いしましょう。